シン・ウルトラマンから遡ること55年、数多くの異星人と戦いながらもその狭間に立ち、地球と人類を愛した不滅のヒーロー。彼は戦いながらもどんな存在とも分かり合おうとした。それは互いの理解の先にこそ希望があると知っていたから。彼の背中を目指し、私たちは歩んでいきたい。55年前、未来があった。
地の平和を守るために戦う。ウルトラマン敵の基礎存在。我々地球の上に本当の目的は宇宙全体の平和なのだ。ウルトラ戦、そう考えているのはあなただけよ。侵略者徴兵に対抗してもっと強烈な破壊兵器を作りますよ。我々は国にも強力な兵器を渡すべきじゃないか。それは死の危機を続ける悲しい争いですよ。まず相手を信じることです。そうでなければ人間は永遠に平和を掴むことができる。